メルセデスベンツ W120、W121 はドイツの自動車メーカーダイムラーベンツがメルセデスベンツブランドで展開していた自動車である。1936年から長らく生産の続いていた小排気量モデル W136 に代わる完全戦後型の小型メルセデスとして開発された。福音の広いボディにメルセデスとしては初めて セミモノコック構造を採用、社内容積拡大を実現するとともに、ダイムラー・ベンツの技術者、ベラ・バレニーラの草案による衝撃吸収設計ボディ構造を実用化しており、第二次世界大戦後のメルセデス社における基本方針となった安全対策設計に宣言を付けた技術的に重要なモデルである。また、先代の170シリーズ戦後型に引き続き、 ガソリンエンジンモデルの他ディーゼルエンジンモデルも販売され、ディーゼル乗用車の普及にも大きな役割を果たした。W120、W121 はボディ形状からポントンと呼ばれ、1953年から1962年まで製造、販売された。W120、W121 は180、190というモデル名称で販売された。 180はメルセデス最初のコンパクトモデルであるが、その後しばらくコンパクトモデルが存在しない時代を経て、1982年に190シリーズでこのセグメントに再参入、その後の C クラスの源流にあたるモデルで、W121-190 は、後の E クラスの系統に属するものである。W120、W121 の外観は、 上級モデルにあたる、6気筒エンジン搭載の W128、W180 とそっくりで、外見からモデルを特定できる箇所は、若干大きなボディサイズとクロームパーツの際などだけで、あり、歴代のメルセデスで、ここまで外観がそっくりなのは、このポントン世代のモデルだけである。なお、300だけは、独自衣装であった。後継モデルは、W110 である。 1957年 180D ありがとうございます。